皆さん、こんばんは。マリナの熊本よかとこを教えるもん。始まりました。ナビゲーターで、そして歌手のマリナです。本日紹介するものはこちら、カメちゃんのマークですよ。カメ線パチ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 。九州にはね、九州三大祭りっていうのがありまして、で熊本がですね、11月23日ぐらいとか、まあ、下旬ぐらいかなにある妙見山というね、妙見山、妙見祭とかも言うんですけど、妙見山、妙見祭がありまして、まあ、馬とかがね走るんですよ。ですごくね、その獅子舞とかも来てね、やるんですけれども、それがね、もう屋台もすっごく出るんですよ。出店がっていう、出る大きいねお祭りがありまして、でそのお祭りの際にね、よくねこの亀線っていうのがね売ってて、なぜかなんか売ってるのがすごい私記憶にあって、まあ、亀線はねよく食べる揚げですね、揚げ線ですね、揚げ線、こんな感じで揚げ線になっております。これがねまたね懐かしい味でね、本当にもう歌舞伎揚げみたいな感じなんですけど、またそれとね、歌舞伎揚げなんだけれども、歌舞伎揚げの種類なんだけれども、また違うようなね、この亀線ね、気になるでしょ。大きさ結構ありますからね、ボリュームもずっしり、亀の甲羅のようなユニークな形が亀線と言われたね理由になるということで、こんな、まあ後から出してみてやりたいと思いますよ。こう10年ほど前から作り始めた亀線らしいですよ。それではいきますよ。あ、へた、へた。九州醤油で仕上げてる、ほら、亀の甲羅のような、持ったら軽いですけどずっしりですからね、結構硬いですよ。こんな感じで亀の甲羅、あ、亀さん、亀さんっぽいかも、ほら、亀さんっぽいかも。うーんこれ今調べながらね、皆さんに分かりやすいので、一度食べたら病みつきになるお菓子って、子供から大人まで、確かに。このベースと当てていただきます。これだよ、わかりました、さっくでね、なんだろう、違うのよ、また普段皆さんが食べられるような揚げ線と違って、歌舞伎揚げみたいなのと違って、違うのはなんかね、食べた時に、すいませんね、食べかけほんと失礼いたします、この断面で空気こうやって入ってるんですけど、だからね、層になってるんですよ。でこれが食べた時に、なんていうのかな、サクサクってなんかそのままサクサクじゃなくて、一つなんかこう空気が入ってるような、こうなんていうんだろう、これね、うまいこと説明できないな、だから食べてほしい、だからこそ食べてほしいんですけど、少しおせんべいと違うんですよ、普通のおせんべいと。でそれがまたなんか病みつきになる、こう理由だったりする気がする。でこれほんと100円ぐらいで買えちゃうので、この一袋安くないですか。最初に醤油の、九州醤油の香ばしさ来た後に、中のしっかりとしたこの染み込まれてないところまで、おせんべいにこういい塩気が入ってるんです。熊本のねスーパーマーケットにはありますからね、もう必ずと言っていいほど、100円のさお菓子とか、わかります、ああいうところにあったりとかするんですけど、おいしい、おいしか、こりゃおいしか、この音よ、カリッと、はい、あっという間に1個なくなりました。
という間に1個もうペロッと流れました。これはね本当に病みつきになってどん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 こうもう手が動くなので気をつけてくださいね。これもね結構カロリーはあるからね気をつけないと女子はでもそのぐらい病みつきになって食べちゃう中毒性のある亀製になります。皆さん気になっていただけたでしょうか。このパッケージが目印になります。で熊本のスーパーマーケットだったりとかねはにはよくあるんですけれども、ぜひ熊本に友人がいらっしゃる方とかねちょっとお願い買ってきてよってちょっと送ってよって。で最近だとねほんと結構賞味期限もあの持ちますので、期限の方もこれ買ったのがね5月だったんですけれども、まあ、2ヶ月ちょっとは持つのでぜひ亀仙食べてみてはいかがでしょうか。銀座熊本館さんでは取り扱っておりますので、こちら1位2位を争う亀仙商品となっておりますので、気になった方はぜひご賞味くださいませ。本日は亀仙の紹介でした。次回は何の紹介になるんでしょうか。ぜひともよかったと思った方はチャンネル登録そしてグッドボタンをよろしくお願いします。それでは以上マリナでした。熊本よかった子教えるもん、またね。 See you。広い線。